ウェイト版タロットの女帝マルセイユ版タロットの女帝女帝はタロットのダイアルカナに属するカードの1枚。カード番号は3。前のカードは2女教皇。次のカードは4皇帝。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では、実り、行動、月日の長さ、未知なるものを意味するとされる。ヘブライ文字はダレット。ただし、複数の遺説がある。 コクマーとビナーのセフィラを結合する教に関連付けられている。以下のような小説がある。2番の女教皇が純粋に霊的な女性像を表すのに、対し、このカードでは霊的世界の中の現世的要素としての女性像を表す。マルセイ・ユヴァンタロットには王冠を被り、玉座に腰掛け黄金の尺状と足の紋章が入った盾を手にしている構図で描かれている。 黄金の尺上には、地上的な現実を表すとされる球体と、霊を表すとされる十字架が取り付けられている。また、玉座自体が女性の背中から入る一体の羽のように見えることから、他版のカードでは翼を持って女神として描かれるケースもあり、このカードが皇帝のカード等と比べ特に霊的要素を強調していることが読み取れる。 縦に描かれた黄金の和紙は王家の紋章として広く採用されるモチーフであり、王冠とともに権力の象徴として描かれている。また、女性の右手が和紙の胴体を抱くようにして抱えていることから和紙を生き物として捉え、左下隅に生える若草とともに生命力を暗示するカードとして扱われることから第一母神の象徴とされ、しばしば農作物の収穫や、 経済的な利益と結びつけられて考えられる。ウェイトバンタロットには、王道十二宮宇宙の海の親を象徴する十二個の星が散りばめられた王冠をかぶり、女性性と法上の象徴である果実が描かれた衣服をまとい、右手に釈状を振り上げたような状態で、大自然の中にある王座に腰掛けている構図で描かれている。 王座の右側に立てかけられているものは、のマークが書かれたハート型の盾であり、ハートは心や心臓を象徴し、マークは金星の惑星記号を表している。ありがとうございます。